人工土地1階にある坂出市観光協会のおもてなし町の駅は、坂出市の観光案内や情報発信をしています。こちらでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、街歩きツアーを4ヶ月間休止していましたが、7月から県内の方限定で再開することにしました。7月からですね、ちょっとまあ試しにやってみようじゃないかということで、7月に街歩きツアーを今2本計画しております。7月の18日の土曜日、これは坂出の駅の周辺をぶらぶら歩く坂出駅近ぶらり旅ですね。ちょうど商店街の中あたりをずっと歩くような感じで、中に面白いとこ、美味しいものもちょっと食べてみようかなというような感じのツアーでございます。でもう一つ19日、これはもう私どものもうベストツアーなんですが、崇徳上皇の足跡と国宝神谷神社を巡るツアーというのをやらせていただきます。ただね、これどちらも今回ちょっと試しということになりますんで、通常の定員の半分の人数を今考えております。ちょっとやってみようということで、通常価格の半額、街歩きの方につきましては、1500円のところを750円、崇徳上皇様のツアーに関しまして2000円のところを1000円でやらせていただきます。はい、コロナに負けないで頑張って、楽しいことできることを少しずつからもやっていこうというふうに思っております。皆さんもツアーご参加の方よろしくお願いしたいと思います。おもてなし街の駅ではツアー以外に閲覧コーナーも人気です。そうですね、これはもうこの人工土地の資料でございまして、ちょっと今もう残ってない資料ですね。これ建設家さんが持ってるんで、ほとんどもう部数は残ってないと思います。あとですね、これ香川新報さんという、今の四国新聞さんなんですが、こういうたくさんね、坂出に関した、例えばこれは小松さんという方、坂出町の方、昔坂出町ですから坂出町の方のそれに関する取材ですね。結構ご年配の方がね、ここを来られましてね、ここ、お座りになってゆっくりとこれを見られて、1時間2時間ぐらい座ってずっとこれを読まれる方もおられますね。おもてなし町の駅は休憩などもできますので、お気軽にお立ち寄りくださいとのことです。